はいこんにちはアラフォー独身女のリアルをお伝えしている現在39歳のジュエルです今回は借金してでも買って良かったものトップ3についてお話ししたいと思いますまあねだから借金してもいいよっていうお話ではないんですけれども私的には借金してでも買ったりやって良かったなと思った3つになります 私の借金は基本的に高級ブランドの買い物依存症によって作った借金なんですよね。でも買い物依存症の動画でお話したと思うんですけれども買ったブランド品もね結局は全部売っちゃったんですよねもちろん買った時は楽しい嬉しい思いをしていましたけれども売るくらいなんでね今となっては借金してまで買う必要なんて全くなかったですね。で 私は高級ブランド品を買っていたおかげで現金がない生活でしたので何をするにもリボ払いになるわけですだから結局すべてのことを借金でやりくりしていたことになりますもちろん月の収入はありますから返済しながらにはなるんですけれども家賃みたいな現金引き落とし以外のショッピングはもちろん生活費からその他の娯楽ですね。 そういうのは全部クレジットカードのリボ払いで回していたんですねまあ、今思うと意味不明というかめちゃめちゃ怖い生活ですよねただまあもうその当時現実に向き合おうとはしてなかったですねなのでまあ今回は借金してでも買ってよかったというかリボ払い借金してでもお金を使った買ってよかった3つについてお話ししたいと思いますまず3位エルメスのバーキンですね 先ほどブランドは買っても意味がなかったっていうお話、まあ、買う必要なかったっていうお話をしたばかりなんですけれども一旦お話を聞いていただければと思います私は30前後の頃ですねバーキンを2つ持っていましたもちろんエルメスのお店いわゆる直営店ですねデパートだったり路面店とかそういうところで買ったのではなくて質屋で購入しましたしかもそれを ショッピングローンですね。審判会社のショッピンングローンで購入しましまたなので利子付きの借金ですね、まあ、今思うとそんなお金もないアラサーがバーキン持って得意げになってるなんてちょっと自分が恥ずかしいですけどね。でもこのバーキンなんですけれども実はローン返済前に結局ね他のクレジットカードのリボ払いの支払いとかが追いつかなくなってしまって。 要するに現金がない状態ですねなので別の質屋に売ることになったんです恐ろしいことに1回ぐらいしか使ってないと思いますねまあそれだけバーキンに似合った生活をしていなかったということですねでその質屋に売った時なんですけれどもなんと買ったた値段より万円ぐらい高く売れたんですねその時転売ビジネスとか知りもしなかったんですけれども ここれがいいわゆるる転売ということううになるんでしょうね。私は狙ったわけではなくたまたまなんですけれどもねむしろびっくりしたという感じでした普通ブランド物って買ったそばから値段が下が下るんですよね。新品だったものが、まあ、未使用な状態なり使用していくうちにもちろん汚れなんかもついてきたりしますのでね基本的には価値が下がっていきますただ使ったとしても価値が下がらないものもあるんですよね エルメスのバーキンとかおそらくケリーとかがその類なんだと思いますおそらく定価が一番安い状態なんじゃないですかね今とかだと時計とかもそういうのあるみたいですよねまあそういう意味でですねエルメスのバーキンはまあ、買って良かったって言ったら変ですけれども借金してても買って売った時に儲けになったというお話ですねそして第2位です海外旅行ですね これれは物ではででないんですけれども私はブランド物を海外で安く買ったりするために旅行に行くとかもしていましたけれども本当にいろんな国に行きました飛行機とかをねビジネスクラスだったりファーストクラスにするだとかホテルも豪華なホテルに泊まるといったことは特にはしていません旅行自体は贅沢ではないですね買い物をしなくても海外旅行にリボ払いではありますが お金を使っっってててきてよかったと思っています実は買い物をしまくっていたおかげでクレジットカードのマイルはめちゃくちゃ貯まっていましたのでそれはそれで別の意味でよかったですね。途上国にも先進国にも数十カ国いろいろ行きましたけれども日本で見ることができない光景とか絶景はもちろんなんですけれども本当にいろんな人に出会ってそこで起きた出来事とかトラブルも含めてですね 素敵な思い出になっていますしいろいろな国で得た知識や経験が自分の血や肉になっていると本当に感じてますいわゆる経験にお金を払うということになりますね狭くなっている価値観を広げてくれますし物事の捉え方とか考え方ですねそういうものの視野が広がりますこうじゃなきゃいけないって思ってたことがこうじゃなくてもいいんだとか こうすればいいんだみたいなことが日本では気づけなかったことみたいなものが気づけたりしますこれは一生の財産になりますね自分にとってのですけどねだからこそ借金してでもやってよかったなと思っていますまあ、贅沢な旅行はねあんまりしたことないんですけれどもどの国でも味わった非日常だったり人種を知ったり人との触れ合いからの学びというのは非常に大きいですね できれば借金をしていきたくはないですけれども旅費をリボ払いしてでも行ってよかったですそしていよいよい1位です1位はビジネス投資ですねこれは稼ぐススキルルににに直結すすするるクールやコミュニティの参加ですねそれにかかる費用とということになります例えば英会話を習うって言ってもその英会話に通うことによって自分の仕事の給料が上がるとか 英語が喋れるようになったり英語の書類作成をできるようになるとプラスアルファのインセンティブがつくみたいな形であればその英会話は稼ぐスキルに直結するものかもしれませんけれどもただ日常会話が喋れるようにみたいいな感じだととちょっと違いますね私が今会社員とは別の仕事で少しずつ稼げるようになっているのはとあるビジネスコミュニティでそのスキルを習ったからなんですね。 あとはそのコミュニティ経由で仕事を回してもらえたりするからなんですねしかも在宅ででで隙間時間時にできるようなな仕事なんです。まだ支払った代金分を取り返せるほど稼げてはいないんですけれども徐々に取り返せるようになってきていますね当時そのスクールに入った時はリボ払いでしたけれども稼ぐ力と人脈が手に入りましたもちろんね 払った分取り返せてないですしそれだけで食べていけるほどではないんですけれどもこの先仕事を増やしていけば取り返せるようにはなってくると思いますそうなればね借金してでも投資する価値はありますよねでもこういうのはやっぱり自分の努力次第と覚悟が大事なので私が人に借金してまで進められるかといったらそれはまたちょっと違うかなとも思います 本当に自己責任という感じになりますねこういうビジネス投資をしたからといって必ず稼げるわけではないですからね。スクールにお金を払ったから稼げるわけではなくてスクールにお金を払って自分のスキルをアウトプットすることによってお金が稼げるわけですからその努力をしないとなかなか難しいですからね。ただやっぱり ビジネス投資をして自分で稼げるようになってくるとちょっと面白いですね。稼げるなんて偉そうに言える立場でも何でもないんでね。私も努力をしていかなければならないですけどね。というわけで今回は借金をしてでも買って良かったものトップ3についてお話ししました。それではまた次の動画でお会いしましょう。